ディップシュタットはドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州アルンソベルク行政管区のゾースト軍に属す大規模軍都市である。本州は1975年からこの軍に属している。この町は1185年に計画都市として建設されたベストファーレンで最も古い意図的に建設された都市である。ディップシュタットは ドルトムントの東約6 0トル、ビーレフェルトの南約4 0トル、パーダーボルーンの西約3 0トルに位置する。リップシュタットはゾースト郡最大の都市である。この町は軍の北東部、南に位置するハールシュトラング及びミュンスターラントとパーダーボルナーラントとの間、リッペ川沿いに位置しており、パーダーボルン郡、バーレンドルフ郡、ギュータースロー郡と境を接している。 ゾースト軍内では、東は、原石、南は、エルビッテ、南西は、バーとザッセンドルフ、西は、リッペタールと接している。時計回りに続けると以下は、軍外で、バーレンドルフ軍に属すバーデルスロー、ギュータースロー軍に属すランゲンベルク及びリートベルク、パーダーボールン軍に属すデルブリュック及びザルツコテントとなり合う。カペルの修道院エッケルボルンの司法性心病。 LWL センターベーケンフェルデの西ィオニシウス教会ブルネ県の礼拝堂リップシュタット市内に立つベルンハルト2世像。リップシュタットは1184年または1185年に貴族のベルンハルト2世2リッペよってベストファーレンで初めての真の意味での計画都市としてリッペという名称で建設された。ベルンハルトはこの都市の建設許可を 皇帝フリードリヒ一世バルバロッサから得た。こうした都市建設以前にも現在の地域には古い入植地が存在していた。中でも現在のニコラ街や現在のニコライ協会の先代の建物は商人の入植地や市場長として重要であった。その重要性はこの町が立ッペ川の都市地に面している立地条件による。また、 フランクフルトアムマイントリューベックを結ぶ交易路とパーダーボルンとミュンスターを結ぶ街道の交差する場所でもあった。さらに、本市の北西部には1120年からすでに立派家の水木が存在していたはずと推定される。ただし、これを裏付ける考古学的証拠は発見されていない。早くも1139年には現在のカッペルシクに ベルンハルト一世とその兄ヘルマン一世によって、プレモントで解除修道院が設立されていた。立ッペ貴族家の類代の城が、現在の中核地区の北、立ッペ川沿いのリッペローで城であったとする説は、否定された。この城は文献に、初めて記録された1248年の直前、都市建設のずっと後に建設されたものである。一方、 ベルンハルト2世が自ら創設した修道院、またはそのすぐ近くに住んでいたという説は受け入れられている。ザクセン戦争では1179年にベルンハルト2世がハインリヒ思考に味方したことに対する復讐として、すでに成立していた集落の一部、特にニコライガイやその教会がケルン大司教フィリップ一世、フォンハインスベルクによって破壊された。 ザクセン校が追放され、ベルンハルト2世が帰還した後、彼は1184年に皇帝フリードリヒ1世から都市建設の許可を得た。1185年、ベルンハルト2世はこれに基づき立派し、すなわち現在のリップシュタットを建設した。聖マリエン州道院教会ベルンハルト2世は、ザクセン戦争の過程で見聞、学習した。 ブラウンシュバイクやハイデルベルクをモデルに都市建設の計画を行った。ニコライ外の復興は当初この計画に入っていなかったが後に加えられた。これに合わせて1182年からニコライ協会の建設も行われた。1185年から立平川と現在のマルクト通り、ラートハウス通り、ポスト通りとの間に平行に土地が造成され建設が行われた。 また、ほぼ同時に聖マリエン修道院教会や市場教会として聖マリエン教会が建設された。この新たに建設された都市は、1194年にノバキビタスとして初めて歴史資料に現れる。この時点にはすでにドイ類、号、木材と土でできた防御策といった防衛施設を有していた。かつて立ッ家の城があった場所、ヘルメリング豊富に、 1207年から内市街にあったアウグスチの会女子修道院が建設された。これにより、リッペ市の人口は急速に増加した。市場協会聖マリエン協会周辺のマリエンシュタットや聖ニコライ協会周辺、聖マリエン修道院協会周辺では、それが顕著で、1229年には防衛施設で囲まれた地域に取り込まれた。ベルンハルト二世は、 この頃にはすでに所領の統治を息子のヘルマン2世に譲り、自らはリボニアでデューナミンでの修道院長として暮らしていた。1220年から1222年までの間に、ディップシュタットの住民は都市圏を初めて獲得し、市場協会のセマリエン協会を完成させた。遅くとも1231年から、ディップシュタット議会は固有の死の印象を用いており、 1260年代に、私壁の建設をはじめ、1292年に、これを完成させている。この壁は、古い土塁施設に変わるもので、同時に19世紀までは、市民都市、立ッペと周辺の農村地区との境界をなしていた。ベルンハルト5世の死後の相続争いと、それに続く、ベルンハルト5世のオイジーモン3世と娘婿子の、 テックレンブルク博夫とのフェーデによって、リップシュタットの領主権は1376年に、朝廷役のマルク博エンゲルベルト三世に譲渡され、借金の七草として、家の手に渡った。領主権が土地所有者の手にない状態は1444年のゾーストのフェーデを経て1666年に、リッペ博とブランデンブルク選定校が共同統治地域を樹立するまで、 すなわち共同で、リップシュタットの領主権を有する状態になるまで続いた。1588年のリップシュタット都市建設以前からすでに、リップシュタットは、立平川の都市地に面する立地条件から重要な交易路が交差する地点であった。1220年の都市権確定と1244年の都市特権再授与により、本市における交易や、 商売の展望はさらに改善された。遅くとも1244年からこの町で、年の位置が開催されており、特に広域商人の商品が売買された。市は商人の入札や場所代で利益を得た。16世紀には年に4回、1691年には年に6回、18世紀末には年に8回の市場が開催されたことが証明されている。 市場協会である聖マリエン協会と市聴者との間のキューマルクト広場、現在のラートハウス広場が市場として用いられていた。中世都市の商業発展に重要なもう一つの要素が固有の貨幣鋳造所の存在であった。この町には1231年にはすでに2つの貨幣鋳造所が存在したが、はじめはイングランドの貨幣を懐中したものであった。 13世紀中頃に初めて立派のバラをゾアンとする固有の貨幣が初めて現れた。1290年から1310年までのリップシュタットのプフェニヒ効果はデンマーク、イングランド、ポーランド、メクレンブルクの多くの貨幣出土品から見つかっている。1253年7月17日、リップシュタットはミュンスター、ゾースト、ドルトムントと共に 第二次ベスト・ファーレン都市同盟創設メンバーとなった。1268年にはオスナブルックがこの都市同盟に加わった。この都市同盟は特に土地領主に都市の経済力を誇示するものであった。12世紀から13世紀にはリップシュタットはハンザ都市でもあった。これによりリップシュタット商人は組織自体形成され始めたばかりのハンザ内で活動した。 ベストファーレンのほとんどすべての都市と同様にこの町も、時には北ドイツ地域全体の経済政策を決定した都市による、この巨大組織のメンバーであった。この町も、リューベックでの大犯罪会議に代表を送っていたが、リップシュタットにとっては、ケルンでの三部会や、地域会議の方が重要であった。リップシュタットは1494年の通称登録簿に書き込まれており、 1540年にはプリンチパルシュタットに昇格した。しかし1669年4月18日のリューベックにおける最後のハンザ会議に、それまでハンザ同盟の会員であったにもかかわらず、リップシュタットは参加しなかった。マルティンルターの協議とそれに基づく宗教改革は、リップシュタットのアウグスチの会修道院の二人の修道士、 ヨハネス・ベスターマンとヘルマン・コイテンによって、リップシュタットにもたらされた。彼らは1520年から1524年に、ビッテンベルク大学で学び、ルター派の新しい思想に感化したのであった。1523年2月3日に、ベスターマンは、ヘリホルトのアウグスチノカ演習し、ゴッドシャルク・クロップと共に学位を授与された。ヨハネス・ベスターマンは、 同じ年にリップシュタットに戻り、新しい教えを説いた。1524年に、ブリューダー教会で、彼が行った、四純説の説教が、リップシュタットで印刷された。この冊子は、ベストファーレンにおける宗教改革運動の最初の文書である。同じ年にベスターマンの教理問答集も、やはり中びくドイツ語で著述されている。しかし、新しい教えによる、 リップシュタットの兄弟団の変化をケルン大司教に隠し通すことはできなかった。このため、ドミニコ会士、ヨハネス・ホストフォン・ロムベルクがリップシュタットに派遣された。彼は1526年3月16日に大マリエン教会でリップシュタットの説教に反論する説教を行った。その後、リップシュタットで教会上及び宗教上の深刻な変化が起こった。 特に都市行政に強い発言権を有する、リップシュタットのツンフトの要望が大きな変化をもたらした。1531年に、ツンフトはルター派信者と共に反乱を起こし、市の三次会員を追放し、新たな議会を創設した。1年後、リップシュタット博家とクレイフェクゲの都市領主は、ケルン大司教、ミュンスター司教、オスナブリュック司教、 パーダーボルン司教の支援を受けてこの町への通行を遮断した。朝廷の試みは1535年まで失敗を続けたが、物資不足が深刻化したため1535年7月13日に市民が降伏し、聖職者は罷免された。これを受けて、リッペ・ハ白ジーモン5世、ユーリヒクレイ・フェベルク公ヨハン3世とリッペ氏との間で協定が締結された。これにより、 死の教会改革は旧来に戻すが、ミーサは今後もドイツ語で言って良いとされた。説教師は死から追放され、その後他の土地に移り住んだ。ヨハネス・ベスターマンは、ホーフガイスマー付近に移住し、1542年にその地で亡くなった。一方、スノフトの政治参加は引き続き認められた。ところが、その後両両主家が宗教改革に向かったため、 リップシュタット市民もアウクスブルクの和議に基づきルター派信仰に止まった。聖アンネロー修道院の小さなカトリック組織は、その後特に周辺部から流入した人々によって拡大し、新たなカトリック教団が形成された。クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテル30年戦争では、リップシュタットも戦乱を免れ得なかった。年から年に、 かけての冬、リップシュタットは、クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテルとその、軍勢によって、宿営地として占領された。この司令官は、この町から、周辺のカトリック地域であるパーダーボールニアミュンスターへ、定期的に略奪業に出かけていった。向こう水のクリスティアンとも呼ばれたこの司令官は、略奪し、いつぶした、パーダーボールン聖堂の宝物から、 フフフェンファイントターラー効果を鋳造した。この軍勢が去った後、リップシュタットを征服しようとした皇帝フェルディナント二世異軍の試みは、1623年10月24日に成功した。リートベルクハクヨハンに率いられた、この軍勢はこの町に宿営し、1633年まで泊まり続けた。しかしこれにより、この町は本格的な戦争を免れた。 1633年に戦争の同盟関係が大きく変化し、今度は、ヘッセンカッセルホーハク・ビルヘルム5世がザルツコッテンを破壊し、占領した。早くも、その1日後にリップシュタット市民はこの軍勢の入場を許し、彼らは1648年の戦争終結までこの町に泊まった。占領者たちは、この町の公立地や強化された防衛施設を利用した。 ヘッセン・ホーハクはこの町を1650年に解放した。1666年にクレーフェ協定に基づいてブランデンブルク選定校が領主としてディップシュタットに現れた。1565年、3人の女性アレケ、アンナ、カタリーナに対するリースボルンの魔女裁判がシュトロムベルク城で行われた。彼女たちは 魔法を使うとして告発され、捕らえられ、拷問され、家計に処せられた。1573年頃には、ジーモン六世博の下、リップシュタットで、多くの魔女狩りが行われ、多くの女性市民が連行され、火炙りにされた。アントン・プレトリウス牧師は1613年の著書で、魔女裁判によって、クイタニア職人、エーバート・バルベとその姉妹、 それにフライタークという名前のパン焼きの女性が長い、拷問の後に自白を撤回し、住民が反対したにもかかわらず釈放されたと、十回している。この魔女裁判は、アントン・プレトリウスに強い感銘を与えた。このことが、1597年に、生命の危険をとして、女性たちを拷問室から解放させ、魔女狩りや拷問に対する戦いを、 分筆の上で続けることに決定的な影響を及ぼした。1630年から1677年の間にさらに魔女裁判が行われた。1647年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれたリップシュタットのエチズヘッセンとブランデンブルクとの協定に基づき、ブランデンブルク軍のここ中隊がリップシュタットに駐留した。 ディップシュタット領主化はこれに関与していない。中流は1669年から始まり、これ以後ブランデンブルク選定校はさらに軍事力を増強し、城の要塞化をさらに強化した。南側の死壁だけで700人の労働者が投入される壁が強化された。ディップシュタットはブランデンブルク拡大の一部となり、フランスオール類14世との戦争では、 ゾーストとリップシュタットとの間に軍隊も派遣された。要塞内はこの時代に一連の災難に襲われた。1656年と1676年の二度の火災があり、1673年の発信チフスの流行では2000人の死者が出た。1679年3月4日、フランス軍がこの町を占領した。これ以後ブランデンブルク軍は、 ビーレフェルトや民伝に退却した。繰り返される占領や災難により、リップシュタットの経済状況は17世紀末までに劇的に悪化し、リッペやブランデンブルクの領主への税を納められなくなった。一方、ブランデンブルクプロイセンのリップシュタットに対する関心は高まっていき、リップシュタット全域を獲得しようとする試みが何度もなされた。1730年に、 軍人王、フリードリヒ・ビルヘルム一世が、その10年後には、フリードリヒ二世がこの町に入った。1757年、フランス軍は、プロイセン王と同盟を結んだハノーファーに対する7年戦争に、出兵した。リップシュタットは、その後軍ルート上に位置していた。この年の4月26日に、フランス軍は、リップシュタットで1300人の兵士を招集した。 プロイセン軍はそれ以前にこの町から離れていた。1758年のフランス軍撤退に続いて、プロイセンのユサールがこの町に入場した。翌年この町は、フランス軍に、再び包囲された。1761年に、ハム近郊のフェディングハウゼンにおいてこの地域で最も、重要な戦闘が行われ、フランス軍が撃退された。フベルトスブルク条約に基づき、 1763年に、リップシュタットの要塞施設は完全に解体された。1807年のティルジットの和クイゴプロイセンは、エルベガ衛星の所領をすべて放棄しなければならなかった。リップシュタットも、フランスリッペの支配下に置かれた。1808年8月8日、市議会はナポレオンに中世の宣誓を行った。フランス政府は、 250年前から教会を持たなかったカトリック教団に対して、ニコライ教会を礼拝の場として与え、司祭ヨドークス殿下を主牧者として任命した。フランスの占領は早くも1808年に集結した。ウィーン会議はプロイセンリッペの共同統治領を復活させた。1848年革命のバリケード闘争は3月12日にリップシュタットにも及んだ。 しかし、市当局の静かで落ち着いた対応により、これがエスカレートすることはなかった。同じ年にリップシュタット固有の日刊誌、デア・パトリオートが創刊された。1850年5月17日、リッペ公は保証金と引き換えにリップシュタットの領主権を放棄する協定をプロイセンと締結し、この町はプロイセン領となった。現在のリッペローデシクとカペルシクは、 共同統治集結後も立 ppe 工業に残った。1830年代のリップシュタットの運河と港工業化に伴って1820年頃から市の人口が急速に増加した。それまでは最大値に達した13世紀からほぼ一定の3000人近くを推移していた。ところが1850年に5000人、1865年に7000人、 1902年には1万3000人と増加した。こうした発展に対して、工業進出や交通路拡充のための土地が用意された。1819年から立平川の水運がリップシュタットまで延長され、港湾が用意され、1830年には水運用の運河が掘削された。しかし鉄道との競合により水運は再び放棄された。 1868年には、わずか4本の貨物船が、リップシュタットに接岸しただけで、1870年には、ハムより、上流の水運は廃止された。リップシュタットへ鉄道が開通したのは1850年、ベスト・ファーレン王立鉄道会社による、現在のハム、バールブルク船であった。その後1883年に、バールシュタイン、1887年にレーダー及び、 ミュンスター1898年にベックムに接続した。こうしてリップシュタットから鉄道が放射状に伸びるようになり、中央駅の他に1898年に機体機が建設された。最初の重要な道路は1823年に設けられたエルビッテリップシュタットビーデンブリュック線であった。この道路はコブレンツミンデン線。 現在の連邦道 B55 号線の一部を成した。カペラー幹線道路は1878年に設けられた。この二つの道路は1880年代までリップシュタットと周辺地域とを結ぶ唯一の舗装道路であった。1860年頃、リップシュタットに最初の大きな鉄鋼所が進出した。この会社は後にベストフェリシャウニオンに引き継がれた。 1900年まで順調に発展し、800人の従業員を要し、針金製品は日本にまで輸出された。この工場のおかげで、市の南部に大きな住宅街とヨーゼフ協会が建設された。1902年にさらに大きな企業、プロイセン王立重宝工場の基礎がベックマー、通り沿いに設けられた。1905年には400人の従業員がこの、 工場で製造に従事した。1912年に中規模の照明器具工場ザリー、ビントミュラースがバストファーレン金属工業に発展し、リューニング通りに移転した。ディップシュタットで工業化が始まって、以後、19世紀の後期から世紀の変わり目の時代に、この街では多くの中小企業が設立された。その中には、地域的に重要な大企業に成長した企業も、 少なくない。例えば、リップシュタットのプルワリー、バイセンブルク、ニース、タンネンベルクなどである。市民が裕福になったことは、ランゲ通りやカペル通りをはじめとする、様々な外区に立つこの会社乱立時代の新しい、邸宅にも表されている。第一次世界大戦敗戦後、そして九百十八年十一月九日の共和国成立後に、他の多くの町と同様に、 ディップシュタットでも、老兵、レーテが創設されたが、市の発展や生活の変化はわずかであった。1920年代の物資不足は、社会的不正を招き、経済強行と1923年のインフレーションにより、ドイツ全土でこうした社会問題が悪化した。1923年から1924年にかけての冬に、ビルヘルムシューレに、 最初の大きな緊急厨房が設けられた。一方、住宅不足や失業問題はその状況をより深刻化した。1929年にリップシュタットに NSTP の地域グループが結成された。リップシュタット住民は1933年まで主に既存の中央棟を選択していた。現在リップシュタットの宿となっており、当時は リッペ自由国に属していたリッペローデだけは権力掌握前の最後の選挙ですでにヒトラーに多数票を投じていた。リップシュタットはアイケル・ボルンの精神病院や1933年に短期間ではあるが強制収容所として利用され、その後の一時期も人間強制収容所からのユダヤ人肺病患者を収容した中立強制施設に近かったことから、 医療犯罪の舞台となった。この町の福音主義病院では国家社会主義の時代に数多くの強制男子が行われた。施設内は肉体的な虐待と大規模な安楽死プログラムで最悪の状況となった。ドイツ軍国家の時代にリップシュタットは再び駐屯地となった。市の南部にいわゆるフラク弊社、北部にリッパーアブルーフ空軍基地が設けられた。 1938年11月9日、ドイツ全土で行われたユダヤ系市民やその財産に対する暴行、侵害がリップシュタットでも起こった。これによりシナゴーグも外壁まで完全に破壊された。1942年に残っていたユダヤ住民が逮捕された。その大部分は国家社会主義者によってホロコーストで殺害された。 空爆後のリップシュタット第二次世界大戦改戦によりリップシュタットの工業化の方針も変更された。リップシュタット鉄鋼金属工場とベストファーレン金属工業の2社に設けられたブーヒエンバルト強制収容所の文書における強制労働による軍需製品が特に優先的に生産された。ドイツ全土と同様に リップシュタットの地元住民の大部分が兵役に着くことを強いられた。戦争末期の砲撃戦でこの街は大部分が破壊された。1945年4月1日にアメリカ軍がリップシュタットに入場し、これによりルールポケットの封鎖が完了した。この街はほとんど無抵抗で戦闘なく降伏した。同じ日に カウニッツで700人以上のユダヤ人、強制労働者が解放された。彼らは、その数日前にリップシュタットからベルゲンベルゼン強制収容所への死の行進に送り出された人たちであった。その後、リップシュタットの運営は、最初はアメリカ占領軍が、ついでイギリス占領軍が担当した。第二次世界大戦終結後、この町はイギリス管理地区に属した。 軍政府は、いわゆるディスプレイストパーソンズを収容するために DP 収容所を設けた。収容者の多くは、ソビエト連邦、ポーランド、ハンガリーの出身者であった。戦後初めて住民が選挙参加したのは、1946年9月15日の政治的責務を負わない市長を選択する予備選挙であった。この時点で、 リップシュタットに住んでいた約3000人の失意放射は、この選挙から除外された。1948年、クッション職人のマイスターで、スピードの政治家のヤーコップコーネンがこの町の戦後初の市長となり、1974年に亡くなるまで、この職を務めた。内市外北部の通りと、屋内プール、ヤーコップコーネンバーとは彼にちなんで名付けられた。 1987年のヨーロッパ射撃祭、記念切って1975年1月1日、隣接する集落を合併したことで、リップシュタットの面積は、以前の29.82平方キロメートルから113.3平方キロメートルに拡大した。同時に、旧リップシュタット軍は、新たに創設されたゾースト軍に編入され、リップシュタットは、現在同軍の最大都市となっている。 軍庁所在地の選挙では大差でゾーストに敗れた。これはゾーストが新しい軍の中央に位置しているためであった。ディップシュタットは1987年にヨーロッパ歴史的射撃協会のイベントヨーロッパ射撃祭のホスト都市となった。1965年7月16日から17日、ディップシュタットはハインリヒスフロートと名付けられた壊滅的な洪水に襲われ、 中核宿の広い部分といくつかの宿部が被害を受けた。特に、ゾウスト通り周辺の住居の1階部分は1メートル近くの浸水を被った。この洪水の後、数多くの洪水防止用水調整地が設けられ、立平川沿いの道路や橋で大規模な工事が行われた。これによりこの町を流れることが可能な水量は4倍に増加した。 この施策の結果、2007年8月に42年前よりも大量の水がこの町を流れたが、被害は生じなかった。1975年1月1日、かつてのベニングハウゼン、ベーケンフェルデ、カペル、デディングハウゼン、アイケルボルン、エスベック、ガールフェルン、ヘリングハウゼン、ヘリングハウゼン、ヘルステ、リッペローデ、ローエ、オーバーハーゲン、レベーケ、リックスベック及び、 リースボルンの一部とエルムジングハウゼンの一部がリップシュタットに合併したリップシュタットの人口スイーズ赤線は各時点の地域における人口青線は現在の地域における人口である1819年から2013年の各時点の地域における人口を右のグラフに示す中世及び近世には リップシュタットの人口が3000人を超えることはなかった。それは多くの戦争、薬病、飢餓が繰り返し起こったためである。19世紀に工業化が始まると人口増加が加速した。1819年に3115人だった。人口は1900年にはすでに12533人に達した。その後も人口は増え続けた。 1950年のこの町の人口は3万1462人となった。1975年1月1日に周辺の多くの集落を合併したことで人口は2万2288人増加し、6万3983人となった。2004年に人口は最高値の6万7486人を記録した。このうち、 外国の出身者は7104人は本舞台の裏にあり、200席を有する。公演演目には、オペラ、オペレッタ、ミュージカル、公共楽のコンサート、室内楽コンサート、スピーチ、舞踊や、演芸、コメディキャバレーのゆうべ、子供劇の上演が含まれる。1994年から、KWL クルトゥールとベールブルク、リップシュタット GMBH は、 私立劇場の公演プログラムの主催者として発展してきた。劇場プログラム委員会の支援により、年間公演計画が立案され、リップシュタット私立劇場では約60本の客演公演が行われている。KWL のほか、市音楽協会、e、EV、コンラート・ヘンゼン音楽学校、ベルナーボーラサークル、カルチャー・リング・リップシュタット、e ・ EV、その他の文化施設が、 リップシュタット私立劇場での興行種となっている。私立劇場の他に、バート・バルトリース・ボルン文化センターに、ステージがある。リップシュタット内市街には二つのシネマコンプレックスがある。ラートハウス・パサージェの、キネマ・シュトゥーディオとジューダートアの、キネプレックス・リップシュタットである。ノルト・シュテルンと、ジュート・テアターは1980年代の終わり頃に、閉館した。映画館。 カメラ、アポロ、グローリアが入居するニューアポロは2005年初頭に閉鎖されディスコに改築された。ここは現在ディスコ、JOIS となっている。この町では私立音楽協会をはじめ数多くの音楽芸術家団体が文化生活を形成している。一律コンラートハンゼン音楽学校は1967年からあらゆる形態の音楽に 積極的に取り組み、音楽は人生そのものというモットーを体現している。この学校は、ボーンパルクジュートの修復された保護文化財に指定されている建物で教育を行っている。幼稚園、学校あるいはフリーミュージシャンと共同で組織は、強力なネットワークを有している。コンサートや音楽制作はこの街の文化行事となっている。 ディップシュタットの音楽シーンは1990年代に大きく拡大した。ほぼ全てのジャンルのバンドが存在している。いくつかのグループやミュージシャンは広範囲に、一部はドイツ全土で名前を知られている。シンガーのザシャとの共演で有名になったコスモクラインは、バンド、アンビリーバブルシーンで最初のステップを踏み出した。このバンドは、オルタナティブロックで注目され、2001年に、 サッチやサージの前座バンドとして演奏した。古典的なロックの分野にはバンドザルーツがある。このバンドはアルバムやライブ演奏で大きな成功を収めた。ザルーツのバックシンガーを務めたカトリン・ブルフは様々なプロジェクトに参加したほか TV 出演も果たした。彼女はリップシュタットの歌に参加した女性シンガーの一人である。 ディップシュタットの歌の作曲家は、グルッペ・コンタクテの創始者として知られる、ラインハルト・ホルンである。グルッペ・コンタクテは、教会の日やカトリックの日に、宗教音楽を演奏している。ドラマ、グーテツイテン、シュレヒテツイテンの俳優として知られる、ドミニク・ベールは、ディップシュタットのステージに立っていた。彼のキャリアは、ディップシュタットでのエルビス・プレスリーのコピーバンドから始まっており、彼自身、 エルビスのミュージカルを書いている。2000年代初めまで、ディップシュタットの音楽シーンは再び沈静化していたが、その後多くの新しいバンドがディップシュタットで結成され、イベントや地元クラブでの演奏でディップシュタットの音楽シーンは再び活性化した。特に、1、ディップシュタッターシシュパス・フェライン、e ・ EV は、そのイベントによってこの街のサブカルチャーを豊かなものにしている。 この団体は2009年と2010年にフェスティバル、ロック、アムギターを組織し、コスモクライン、ダニエル・ビルツ、オレンジ・バット・グリーン、グロス・シュタット・ゲフリュースターといったアーティストらがこれに参加した。その後は大きなイベントは開催されず、2012年6月に野外プールの広場でバンド、イル・ニーニョやボーン・ラウム・ヘルデンが出演した。 ハードイコールフェスティバルが開催された。大マリエン協会、ゴルデナー・ハーン・シュバルツェンラー・ベンジョー・リップシュタットは歴史的価値のある見どころを有している。一家のリストにその中でも重要なものを列記する。バート・バルトリース・ボルンのクアパルク東部のリッペの市脈沿いに位置するグリューナー・ビンケルや北部の市の森は重要な緑地である。スポーツ施設、ヤーンプラッツも 同じく市の北に位置する。隣接する屋外プールは2011年に一時的に閉鎖され、改修が行われた。それまで存在していた屋内プール、ヤーコップコーネンバートは、主にエネルギー上の理由で閉鎖されている。屋外プールの敷地内に新しいプールが建設され、複合プール、カプリオリとして2013年5月13日にリニューアルオープンした。 水泳や水浴には、リッペローデ地区の人工湖、アルバー湖水浴場が無料で利用できる。また、ヤンプラッツ沿いのリッペ川は、川幅が拡張され、人工の砂浜が作られており、部分的に水浴が目認されている。バート・バルトリース・スボルン地区には、広さ20ヘクタールのクアパルクがある。これは、ゾースト群最大の温泉で、1250。 平方メートルを超える水面を有している。クワパルクの東半林は高度差最大20メートルの4つのコースが設けられている。ディップシュタットの最も有名な祭りが毎年秋に行われるキルメス・ヘルプストボーヒエである。移動店舗や屋台がない市街全域に立ち、毎年10万人が訪れる。春のアルトシュタットフェストでは美食トラートハウス広場でのライブ演奏、 大規模な子供個物詩、伝統的なリップシュタットの旧市街、レース、オールドタイマーパレードが行われる。クリスマスには、クリスマスマーケット、復活祭には、イースターキルメスが開催される。夏の、ラートハウスプラッツフェスティバルでは、ライブ演奏が行われる。リップシュタットのクナイペンフェスティバルは、年に2回開催される。2016年3月3日のこの祭りでは、18カ所の、 様々な会場で21組のアーティストがパフォーマンスを行った。年に2回行われるディップシュタットのボルトフェルティバルでは、市がトーマス・バーレンティーン文学賞とアフレコ賞が交互に授与している。カフェやレストランは内市街全域にあるが、特に歩行者専用地区、ランゲ通り周辺の路地に多くある。ジュート通りには INI が運営するカジノがある。 ランゲ通りの街並みリップシュタットの最も重要なショッピング街がラートハウス広場からベルンハルトの泉まで伸びる歩行者専用地区のランゲ通りとその脇道である。ランゲ通りは1960年代にはすでに自動車の通行が禁止されていた。ランゲ通りには古典的な小売店があり、その脇道には専門商品を扱う店舗がある。ランゲ通りには 閉鎖や移転によってほとんど使われなくなった小売店のアーケード街、リッペイコールガレリーもある。2012年10月25日にコンラートアデナウアーリングにショッピングセンター、ジューダートアイコールオストが開店した。ここには娯楽用電子機器店が出店した。毎週水曜日と土曜日にリップシュタットの州の市で食料品が販売されている。月ごとのクラムマーケットでは、 食料品以外の商品が販売される。最も高いクラスのサッカーリーグに参加しているリップシュタットの街の看板クラブが SV リップシュタット08である。その男子第一チームは2014-15年シーズンからオーバーリーガベストファーレンに参加している。このクラブはスタディオンアムブルーフバウムをホームグラウンドとしている。このクラブ出身の最も有名な選手が カール・ハインツルン・メニゲとその弟のミヒエールである。この他に、ディーター・ヘッキング、ディルク・ラン・ガーバイン、ミハイル・ヘンケといったブンデスリーがプレイヤーを排出している。合計2万3千人の会員を要する74のスポーツクラブがリップシュタット市スポーツ連盟を結成している。この連盟は行政や政治に対するスポーツクラブの利益代表を務めている。これらのスポーツクラブでは、 合計35種目のスポーツが行われている。さらに市スポーツ連盟は、サッカー室内都市大会や、市と共同で、リップシュタットのトップスポーツ選手を商用する、スポーツの夕べを主催している。女子サッカーでは、トゥースリッペローで 1919EV が最も高いクラスに参加している。このクラブの女子第一チームは、ベストファーレンリーガでプレーしている。 バッサー・ウント・ビンター・シポルト・クループ WSC ・リップシュタット・ EV は有名なクラブで、かつてはカヌースラ・ロームの女子チャンピオンになったウルリケ・デッペも所属していた。アエロ・クループ・リップシュタット・ EV は1976年からビューレングライダー飛行場でグライダーや長軽量飛行機による活動を行っている。このクラブは1950年8月に創設され、長らく エルリングハウゼンを拠点としていた。2001年に設立されたアイスシュトックシッチェンギルで、リッペは、グートメンツェルスフェルデに、アスファルトのレーンを設け、通年活動を行っている。シャッハフェライン LSV、トゥルムリップシュタットは、その第一チームが、ドイツで3番目のリーグである、NRW、オーバーリーダーで戦っている。このクラブは、毎年国際チェス大会に出場している。 トゥルムイコールオープンには定期的に100人を超える参加者があり、その中には大きな大会のチャンピオンも含まれている。TB リッペローでは2002年から第一チームがジェンズブンデスリーが一部に参加しており、すでに5人のドイツ代表選手を輩出している。ジャガーリップ EV は2008年に創設された。これ以後このチームは定期的に連邦レベルの大会に出場しており、 2011年には4度目のベストファーレンジャガーチャンピオンになった。この大会はリーグトーナメントにも分類されていた。さらに J チームは2011年に17チームが参加したドイツジャガーイコールリーグで2位となった。2009年から定期的にスケートナイトインリップシュタットが開催されている。このイベントは LTV のスキー部門が主催している。 5月から9月の第2金曜日の夕方の晴れた日に開催される。地元のペイントボールクラブも昔からあり、ピランハスリップと名乗っている。リップシュタットでは1950年代から急速に経済発展が起こった。これは主に自動車産業の発展によるものであった。ベストファーレン金属ユニオンは1900年頃にはすでにリップシュタットの最も主要な企業の一つであり、 後には、リップシュタットの自動車用照明器具や電子部品の下請け業界を支配した。現在、ヘラークマヒュック &CEO として知られる、この企業の従業員数は、通貨機器の1948年の約1000人から、リップシュタットで約6000人、ドイツ国内に1万人以上、世界中で約2万7000人を要するまでに成長した。現在この会社は、 自動車電子部品、自動車用照明器具、及びチューニングカーの分野で国際的なトップメーカーである。この他に様々な分野の中規模企業が設立されている。リップシュタットの拡大する工業、商業地域は中核式周辺地域に集中している。例えば、アムバッサー・トゥルム、アムモント・シャイン、ロスフェルト、リップノルトである。 道路リップシュタットの最も重要な交通路は、市内を南北に貫く、連邦道 B55 号線である。この道路は、北は、レーダビー B デンブリック及び連邦アウトバーン A2 号線、南は、エルビッテ近郊で、連邦道 B1 号線及びアウトバーン A44 号線と、リップシュタットとを結んでいる。この道路は、リップシュタット市内では4車線で、一部は、 交差点がないよう拡充されている。信号のある交差点の代わりに設けられたアウトバーン風の出入り口は交通の流れを円滑にしている。多くの修道がこの街を通っている。また、リップシュタットの北に連邦道 B58 号線の起点があり、市の南を連邦道 B1 号線が通っている。リップシュタット駅鉄道リップシュタット駅は鉄道ハム・バールブルク線の駅である。 この駅はドイツ鉄道駅サービスにより、駅カテゴリー4に分類されている。長距離列車は、1日平均6本のアイス、IC が利用でき、乗り換えなしで、カッセル、ドレスデン、ミュンヘン、デュッセルドルフとリップシュタットとを結んでいる。地域交通には、以下のものがある。市内にはもう一つ、レディングハウゼン地区に駅があるが、レギオナルバーンだけが利用可能である。 市内を南北に走っていたベストファーレン地方鉄道のミュンスター・バールシュタイン線は1975年に旅客運行を停止した。この路線は現在貨物専用線として利用されている。ミュンスター・バールシュタイン線のリップシュタット機体機は1987年に完全に取り壊された。1910年に建設され、現在は稼働していない。 信号所と分岐線だけが残されている。この旧北駅の近くには、ベスト・ファーレン地方鉄道の本部があり、貨物駅と中央作業所もここにある。レーダビー B ・デンブリュック、リップシュタット線、いわゆるレーダー鉄道は1979年に旅客運行を停止し、やがて撤去された。バス本市は、五路線の市バス網が整備されている。 駅前のバスステーションから平日は30分間隔で運行されているが、いくつかの区はこの市バス網でカバーされていない。この他に運行間隔や運行日の異なる一連の地方バスがあり、隣接する集落トリップシュタットと結んでいる。例えば、ベックム、レーダビーデンブリク、リートベルクなどである。さらに1時間ごとに高速バスが、 エルビッテ経由でバールシュタインまで運行している。夕方と週末には数本の夜行バスやオンデマンドバスが運行している。ディップシュタットはベストファーレーン運賃に加盟している。航空ビューレンアーデン近郊にパーダーボルン、ディップシュタット空港がある。2016年1月現在、10本の航空路線がスペイン、トルコ、ギリシア、ブルガリアに運行している。 リップシュタットでは、地方日刊誌、デアパトリオートが刊行されている。この他に、週刊のフリーペーパー、リップシュタット、アムゾンタークと、防費エンティップの2紙が配布されている。3紙の月刊タウン紙、59、リップシュテッターシュタットマガツイン、ライトプランケ、ブリッカーが、リップシュタット地方の事件やイベントについて、情報を提供している。リップシュタットには、 基礎家庭学校13校、本家庭学校1校、実家学校3校、ギムナジウム4校、総合学校1校、養護学校3校、職業補修高等専門学校4校、卒業教育補修高等専門学校1校、専門大学1校、市民大学1校、音楽学校1校、私立図書館1館がある。基礎家庭学校13校すべてを主が運営している。 本家庭学校2008年7月31日まで、リップシュタットには本家庭学校が3校あった。2008年8月1日にシュタットバルトシューレがコペルニクスシューレの分校となった。この分校は2011年7月31日に総合学校が新しく設立されたことにより廃止された。2010年8月1日にビルヘルムシューレも コペルニクスシュレの分校となったが2015年夏にビルヘルムシュレの敷地が養護学校イムグリューネン・ビンケルのものとなり廃止された。実家学校ギムナジウムリッペには4校のギムナジウムがそれぞれ異なった地区にある。総合学校新設されたリップシュタット市立総合学校は2010年8月1日に活動を開始した。この学校は ゼクンダーシュトゥーフェンアイおよび2をカバーしている。この学校は2017年から市の南部パッペルアレーに新しい校舎を建設した。この場所はかつてペスタロッチ修レがあった場所である。養護学校職業補修高等専門学校卒後補修高等専門学校、範囲イイコール補修高等専門学校はリップスタット市の卒後補修高等専門学校で、 夜間ギムナジウム、補修高等専門学校、夜間実家学校がある。ハムリップ大学専門大学、ハムリップ大学は2009年9月21日の新設当時80人の学生が入学した。2015年、2016年の当期には両キャンパス合わせて約4500人が学んでいる。リップシュタットキャンパスでは以下の教育が行われている。 数学、エンジニアリングマネジメント、コンピュータービジュアライゼーション及びコンピュータデザイン、インタラクション技術とインタラクションデザイン、経営学、マテリアルデザイン生態工学及び、航空学、ソーシャルメディアと通信情報工学、ビジネスとエンジニアリングシステム、技術的企画、イノベーション。市民大学 VHS、ディップスタットは、市が運営している、音楽学校、 コンラートハンゼン音楽学校は市が運営している。図書館、トーマス・バーレンティーン市立図書館は市が運営している。図書館は1897年にフライシュハウザー、通りのカトリックの理性ウムとして完成した校舎の建物に入居している。文書館本市は法的要件に従って市立文書館を運営している。その他このほかリップシュタットには 以下の教育機関がある。マルティニー・ムラー・カール・ファインツルン・メニゲこれらの文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。